毎年大型新人が次々登場する女子ゴルフ界に新たな逸材が現れた。2022年に開催された関西女子アマチュア選手権、さらに日本女子アマチュア選手権を制した20歳。駅とかで会った人とかは頑張ってねみたいなことを言ってくれたりするので、プロになって高槻出身ですって言いたいです。ゴルフ、寺岡さやかの原点に迫る。明治安田生命プレゼンツ地元魂。大阪府高槻市、この町が若きアスリート寺岡の地元。本格的にゴルフを始めたのは5歳の時。練習場で言われたコーチの言葉が寺岡の転機に。スイング診断の時に褒められて、でプロになったらみたいな話をしてて、それが多分きっかけでプロゴルファーになりたいなって思うようになったと思います。スイングを褒められ、さらにゴルフへ打ち込むようになった。ゴルフスクールにも通い始め、本気でプロを目指すように。中学生の時ゴルフの腕を磨いたのがこちらのゴルフコース。実はこのコースにはある思い出が。ゴルフバッグを担ぎながら1時間ぐらいかけて歩いてきてました。今思うと足腰は鍛えれたかなって思います。そんな寺岡を小学2年生の時からコーチしているのがティーチングプロの川西直樹さん。まあ本当にボール打つの大好きだし、本当ゴルフが大好きで、プロになればまた人気ある選手にもなれるんじゃないかなと思ってるんで期待しております。川西コーチの教えもあり、高校の全国大会で団体優勝も手にした。そして2022年日本女子アマチュア選手権では初日から首位を独走し、大会初の完全 V を果たした。目指すのは5歳からの目標、プロテスト合格。家族とかコーチとかもそうたくさんの人が応援してくれているので、恩返し、はい、したいです。日々ゴルフに向き合い続ける寺岡。そんな彼女にとって大切な息抜き、それは地元のスイーツ。特に大好物なのがこちらの果物いっぱいのタルト。ゴルフでいい成績を残した時の自分へのご褒美だ。おいしいです。めちゃめちゃ幸せです。寺岡さやかの地元魂は大阪府高槻市にあった。ゴルフ、寺岡さやかの夢は、プロになってちっちゃい頃からの目標であった賞金女王になれるように頑張っていきたいです。